energia.
違う声が来た。はい、ということで今週も始まりましたクラブパルヘジア、この番組は毎週多彩なゲストをお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組でございます。今週も素敵なゲストの方をお迎えして、素敵な歌や楽しいコーナーをご用意しておりますので、皆様時間の許す限りごゆっくりしていっていただけたらなと思います。3ヶ月月1で、週替わり MC として本日8月の第1週目 MC を務めさせていただきます。あ、違うページをね、ショートしちゃったね。岸則子と申します。どうぞよろしくお願いします。いや、今日もね、もう鳴り止まない拍手がね、喋らせてくれてね、もういいですよ一体何人いるんだっていう感じですけど、岸則子と申します。7月1回目、今日が2回目の MC でございますので、皆様、どんどんですね、お付き合いいただければなと思います。ということで、私は千葉県市川市というところ出身のシンガーソングライターで、この、イオギにございますチャイナスクエアというところから今ただいま生放送させていただいてるんですが、このチャイナスクエアさんでもよく歌を歌わせていただいておりまして、今日はね、喋りが基本でございますのでね、頑張っていきたいなと思います。そんなわけでですね、早速ですがゲストの方を、今日もね、多彩なゲストがいらしてくださっておりますのでご紹介したいなと思います。じゃあ私の近くにいる方から見せようかな。では番組初登場でございます、シンガーソングライターの太一さんです。よろしくお願いします。そしてもう一方ですね、ソロとしては初登場。そうですね、はい、でもいろいろサポートとして、サポートでギターのサポートとして、はい、この番組には何度もご出演されているという山本マトさん、あ、よろしくお願いします。というですね、今日はお二方にお越しいただきまして番組を一緒に進めていきたいなと思っておりますということで、では早速ですが大丈夫です？緊張してます？緊張してます。緊張してます。あ、大丈夫です。してます。だいぶ追い込まれてます。追い込まれてます。じゃあ追い込まれた感じでいきましょう。追い込まれているついでにですね、皆さん自己紹介をしていただきたいなと思います。ではまず太一さんからお願いします。はい、太一と申します。シンガーソングライターとして活動しております。最近はですね、たまにパーカッショニストとしても活動を始めております。よろしくお願いします。イエイエイ。じゃあ、はい、マトさん、あ、僕そうですね、どっか行っちゃってましたけど、そういう文言が決まってないんですよね。あの、フリートークで俺は、まあ、大丈夫です。なんでしょうね、はい、ギター弾いてますね、なんか、はい、ギター弾いて、はい、なんか女の子の女の子なんか冷やかし程度に弾いたり、はい、あの小学校とかも保育園とかでも弾いてたりもしますし、すごいよね。すごいですね。そうですね、いろいろやってきてました。やっぱり多彩ですね。じゃあ多彩なお二人ということでよろしいですか？すいません、ふわふわした申し訳ないです。今日はね、この感じで2時間お届けしていこうと思います。いや、今日はじゃあふわふわした感じ。ふわふわした感じで。私も結構ふわふわした感じなの で、ね、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。この番組ですね、テーマがございまして、今ずっとあのマットさん映ってますけど、私。ごめんね。お願いします。そう、今日の番組テーマをご紹介したいなと思います。番組のテーマですが、今日はですね、夏の食べ物は、うん、夏の食べ物といえばということでございまして、夏になると食べたいなとか、食べなきゃやってらんないなとか、これが夏バテに効くんだよとか、なんか夏に関する、まあ、多分私が食べ物が大好きなのでね、ぜひ美味しいものを紹介していただけたり、エピソードを紹介していただけたら嬉しいなと思っております。この、チャイナスクエアのライブ、
あのランチとかね、夜とかもやってるんですか。夏は冷やし中華があるそうでございますよ。冷やし中華始めましたですね。冷やし中華あんま聞かないよね。あんまりないですよね。あんま聞かないよね。夏でもやっぱり鍋じゃん。なんかそうなんです。チャイナスクエアさんは火鍋がね、あのすごく有名で、夏でも火鍋人気なんですか。火鍋人気です。でもね、夏の火鍋ってすごいいいんですよ。私この間あのチャイナスクエアさんの火鍋を夏食べましていろいろね、生放送はいろいろ起きますからね、本MC がどっか行っちゃいました。そうですねすごくね、あの肌がツルツルになりますので、まあ、そんなことも含めつつ、教えていただけたらいいなと思います。ソーシャルストリームだって、ソーシャルストリームやタイムラインの書き込みをお待ちしております。お願いします。それからですね、番組プレゼントがございます。番組のプレゼント、今週の番組プレゼントですが、毎度おなじみですが、パルヘジアのステッカー、これね、パルヘジアのステッカー、それから宴さんが提供してくださっています宴コンピレーションアルバム1の CD、 これね、6組かな、素敵な、私は女性シンガー、あ、私ね、3に収録されておりまして、まだそれも素敵なシンガーソングライターが6人入ってますが、その1が、今日ねプレゼントとなっております。それからチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのこの素敵なサイン入りステッカー、それ入ってるね、サイン入りステッカー、それから番組のコーナーで使用したスケッチブックということで、まあ、こういうものをこれからどん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 書いていきますので、それを、全部一人の方にプレゼントしようということでございます。こちらですね、応募方法なのですが、番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートしていただくか、またそのハッシュタグをつけて、コメントしていただくということで応募となります。ぜひですね、ツイッターを連携してコメントしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。いいですか、今日は夏の食べ物といえばということで、送っていただいた方の、違うと、あといろいろね発言しつつ、あとです、もうすぐですね、ハッシュタグ書かれますので、そのつけてコメントしていただいた方に今のプレゼントが当たりますので、ぜひぜひ、ガンガンやっていただきたいなと思います。それからですね、パルヘジアのカルタ読み札を募集しております。絵札にはゲストの皆様にサインを書いていただいておりますので、今日は、太一さんのた、山本マットさんのやでいいんですかね、あ、までしたね、マットさんのま、それから岸のり子のきということで、またききたまということでね、そうですね、なんか今ちょっとなんかつなげたらいけないような感じになりそうだったので、もう言うのはやめますけどもね、ぜひこちらも読み札募集しておりますので、ぜひぜひお願いしたいなと思います。気が向いたらお願いしますね。それからですね、8月この第1週目に企画がございまして、8月誕生日の視聴者の皆様を募集しております。こちらですね、その誕生日、その8月、今月8月お誕生日を迎える視聴者の皆様、またご家族やお友達のお誕生日をお祝いしたいということでございまして、またこの番組にゲスト出演していただいた方のアーティストさんのお祝いもさせていただくので、後半にお祝いさせていただくので、こちらもタイムラインに書き込んでいただいて、8月生まれの方はぜひですね5回ぐらい同じ名前を書き込んでいただくと、しつこい感じでお願いしたいなと思いますので、はい、何回か書いていただくと安心だとスタッフさんもおっしゃってますのでね、ぜひお願いしたいなと。本当に大事なことは3回じゃなくて5回書かなきゃいけないから、そう、本当に大事なことは5回5回だ、3回じゃなくて、そう、人はね、やっぱりね、5回ぐらい、5つ星ぐらい欲しいもんですからね、はい、お願いしたいなと思います。ということでですね、皆さん、ざん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 
じゃん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 、ハッシュタグをつけつつ、長いね、今日のハッシュタグね。いや、短い方なんですか、これは。短いということは、いっぱいコメントが書けるということですもんね。なので、ぜひですね、たくさん書いて、応募していきつつ。でもね、どこで切ったらいいか分かりづらい。そうだね。書いては見たもの。大丈夫。読んでいいんですっけ、これ。はい、読んでください。今夜はふわりゆらゆらの岸のり子をはじめ3人がお届け。今夜はふわりゆらゆらの岸のり子をはじめ3人がお届けということでね、このお二人は一言も発してませんからね。いや、だから名前出てこない。キャッチャー入れていただいて全然大丈夫なんで、はい、お願いします。いや、もう縄跳びが早いんです。あ、それは全然わかんないですね。そんな感じの、この3人でお届けしていくので盛り上げるべく皆様の、タイムラインお待ちしております。マットさん頑張れ入ってます。そう、マットさん頑張れって。メラニーちゃん。あ、メラニーね。じゃあボーカルの女の。そうですよね。何週目の MC？ そうです。4週目。すごいね、アホの子でね、すいません。すごい本人聞いてるよ。かわいい子ですよね。来週、再来週か。4週目。4週目の。その時もマットさんはいらっしゃる。はい。はい、ぼーっとしててね、全然喋ってない。あ、そう。なんか喋ってって言われて。ぜひね、そういう週替わりの MC というの、そういうのも楽しんでいただけると思うので。ぜひ毎週楽しみにしていただきたいと思うんですが、ではでは、私ばかり喋っていても何なので、早速、お歌をね、歌っていただいたり音楽を奏でていただこうかなと思いまして、それでは太一さんから1曲、はい、はい、お願いしていいですか。はい、じゃあスタンバイをお願いします。いってらっしゃいませ。太一さんはシンガーソングライターでギターを弾いて歌を歌われますので、ぜひですね、その歌声を堪能していただけたらなと思います。マットさんも歌います。そうですね、ほぼほぼアドリブで歌っていきたいと思います。アドリブで歌って、マットさん歌うのかなってさっき誰か書いてたんで。ああ、はい、アドリブで歌ってだけどね、本当はインストでなんか今日やる予定だったんですよね。ああ、はい、一生懸命練習してきたんで。あ、全然やっていただいていいんですよ。全然頭では覚えられるんですけど、体が全然覚えられない。頭は覚えてる。結構、あ、全然体が入ってくる。そう、そういう感じでいいですよ。もどかしい感じですね。どんどん追い込まれていくと思うんです。今日は自由な感じで使っていただいて。そういう感じなのね。そういう感じ。じゃあスタンバイが OK でしたら、太一さんにお時間をお渡ししたいなと思います。お願いします。はい、それでは聴いてください。じいちゃんの子守歌という曲です。キウイフルーツを食べると思い出す田舎のじいちゃん、もぎたて丸ごと喋らない口で歌ってくれたんだ。こんな歌をパッパッパッてな、パッパッパッてな、パッパッパッて変な歌。泣きたくなる時も歌うと思い出す笑顔のじいちゃん、大切な木の枝折っちゃった僕のことを、右の手が動かなくたって何でもこなす左の手で、怒ってすぐに撫でてくれた理由もちゃんと見てくれたんだ。
き者には優しくね、ぶったりしないで守るんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。じいちゃんの子守歌、はい、素敵な曲でございました。じゃあ戻ってきていただいて大丈夫です。そこね、やっぱり緊張されているということですね。大丈夫かしら。じゃあ次の追い込まれ、マトさん代わっていただいて自由に歌うということで、せっかくなんで。さっちゃん、ありがとうございました。今の曲はいつぐらいに作った曲ですか？今の曲はですね、はい、僕は小さい頃に、はい、おじいちゃんがずっと歌っていたパッ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 てな、パッパッパッてなっていうメロディーもついてますね。メロディーもついてたんで、その時から自分の頭の中でこうずっとループされてるんですよね、はい、だからいつ作ったと言われたら3歳おじいちゃんも作ったってことですよね。大ちゃんじゃなくおじいちゃんが作った。そうですね。そうですね。おじいちゃんが何十歳かの時に。そうですね。じゃあ著作権じゃおじいちゃん。そうですね。だからそうなりますね。作詞作曲、まあ作詞の欄、作曲の欄全部そっか。そうですね。あの編曲ぐらいの感じ。編曲ぐらいの感じ。そうですね。そうそうそう、編曲。小川克也っていう、はい、あ、そうなんですね。はい、はい、じゃあ小川さんが、いいんですかそれで。おじいちゃん。おじいちゃんありがとう。今小川克也さん。達也さん。達也かな。達也さん。だったと思う。作詞作曲。喜んでいらっしゃるかなと思いますが、今また立ったり座ったりされてます。そのわけで、もう始まるかな。大丈夫な感じですか。じゃあ大丈夫かな。じゃあ山本マトさんに音楽をね奏でていただこうと思います。よろしくお願いします。
という曲をインストで弾いていただきました。素敵な曲ですね。すごいよね。だって普段は伴奏っていうかを結局ソロギターにアレンジし直したってことでしょ。そうなんですよ。2曲あってね、3日ぐらいかかって。かかりますよね普通に。すごい全然だから練習するできなかったすげえよかった。本当ですか。素晴らしい。いや、原曲分かってるし、原曲ってか歌われる方が分かってるから、そうから、まあ、よかった。歌バージョン知ってるからよかった。なおさら知ってるからよかった。知らなくてもよかった。知らなくてもよかった。知らなくてもよかった。すいません。でもすごいいいですね。なんかしっとりこうお仕事後のお疲れの時間になんかいいお二人の曲を聴かせていただきまして。すみません、花なくて。え？お花がなくてね。あ、お花ね。あいえいえ、とんでもないですよ。うっさい二人で。すみません。謝っちゃった。なんかそこそこあれだね、仲がいい感じ。そうですね。なんかいい感じですね。あれもう、急に。ここまだですからね、すごい。そういう感じなんだけど、いい感じのなんかあれが芽生えてて、ね、芽生えちゃった感じ。いいですよね。あの蚊帳の外の感じから MC していきたいな。そうですよ、思います。仲良くしていただきたいなと思います。そんなわけで、ね、松の食べ物、いや今日はさ、マットさんの出所は分かってるわけじゃん、うん、はい、出所ね、出所はで、太一さんの出所を確かに確かにが欲しいよね。タイチさんはなんでここに、なんでいるの、なんでいるの、あのですね、私もびっくりしたんですよ。違う、あの僕もびっくりしたんですけどね。ライブの流れでお声掛けはしてるんだけど、はい、あえてお声掛けした理由があるわけですよね。そうですね。なんででしょうね。なんででしょうね。なんででしょうね。僕はですね、あのこちらでパーカッションサポートとしてですね、その時は何、一番最初は、一番最初はシンガーソングライターの中田あさこさんですね、っていう方に、はい、中田あさこってポンコツとかってよく言われてますよね。そうですね。で第1号ですよね。第3号らしいですね。3号になってまして、はい、彼女曰く、で要はやっぱりほら1号と3号のつながりもあるわけじゃないですか。1号と3号のつながりもあって2号は誰なんだみたいな話になってきますけど、そこはで、なんかその架け橋にもなってる存在でもあるわけですよね。そうですね。だから、今日ほら夏ならではの流しそうめんとか、そうなんですよ、それを言おうと思ったんですよ言っちゃった言おうと思ったんです。流しそうめんをね、できるんですよ。流しそうめんができる人流しそうめんができるんです。流しそうめんが好きで、とにかく本当に、あ、そもそもそうなんだ。そうなんですよ。なんであんな面倒くさいことずっとやり続けるんだ人はと思って、それでその面倒くさいこと自分でやってみた、やってみたらやっぱりやり続けてしまった。あれですよね、家にあるんですよね。家に セット、あのこういうちっちゃいところでマスセットじゃなくて、こう竹を割ったりもしますし、あ、何やる場所によってちゃんと対応して、そうですね、森でやったり、河原でやったり、森でやったり、そうですね、はい、でなんかそうです、うん、でその噂を聞きつけた私たちが、ちょっと流しそうめんやりたいんですけど、急に呼ばれましてね、深夜の河原に、ね、そもそもの繋がりは流しそうめん繋がりは、元々は、ライブですね。ライブですね。イベントで知り合って、はい、お互いじゃシンガーソングライターとして、そうです、シンガーソングライターとして同じイベントに出たことがあって、その時になんか持ってたんですよね、流しそうめん。マジで。その時もですね、あの打ち上げといいますか、皆さんがどっか行ってる隙に僕が某お店で流しそうめんセットを急に組み始めて、みんなが入ってきた時に流しそうめん、例の駅前の店で、そう、例の駅前の店ですね、無品のワクワンっていう、そう、いや全然言っちゃってそうなんです。まあ私よくお世話になってグリーンワールドカフェという、あのカフェで、あれ何だったの、あそこの店内で流しそうめんやったの。そうやってしまったんですよね。はい、知ってます、あ、知ってます、あ、本当ですか。
いい感じですよ、流しそうめんますよね。いい感じだけど、あそこで流しそうめんやるのなんか掃除ってそうそうできます。ちょっと高い席があって、そこからあの大キッチンの、はあ、あのシンクに向かってこうやって、ああ無駄がないように、そうです、無駄もないし水も困らないように。で、私でもその時は結構あれも遅かったですよね。大量に人がいたんですけど、なんかの打ち上げだったかなんかで、で行ったんですけど、もう私は酔っ払っていたし、なんかみんなが群がってたから、なんかもういいやと思って。あ、流しそうめんに。はい、こう遠巻きに見てたんですよ。だけど実際やってみたくて、翌年、さあ、あの流しそうめん持ってましたよね、みたいな感じで。その時は、いわゆる既製品の感じのセットだった。いや、もう自分で作りましたね。既製品というか。あれは自分で作ってる。あれは何なんですか？まああの雨どいとか、ああいうものも使ったりするときはあるんですね。簡易的に作るときは。ていうか、何回やってるのか、そうね。なんかね、ここでこんなことできないだろうっていうことをするのが好きなんですよね。他には？他には、森で映画館を作ったりとか、そういう地味に水面下で、そうですね。あの子供たちをこう喜ばせるのが好きだ。確かに子供は喜びますよね。もうえ、森で映画館をって暗くないと映画見れない、ね。まあそうですけどね。そうですで暗い時に森でやる。そうです。何をやってるんですかって聞かれるんですけど、映画。聞かれますよね。映画です。でもこの間あの結構有名な俳優さんが移動映画館をやりたいっておっしゃって、うん、そういうことやってました。で、あの森でゆくゆくは映画館森でやったりとか、あのそういうことをしたいっておっしゃってたので。ぜひ、うん、ああそれは大志さんと別の話、全然超有名な人です別の話で、ね、はいって言ってて、まあ、やっぱりそういうこと考える方はいっぱいいるから面白いなって。特別大志さん変わった人じゃないよという説明で、あ、そうみんなそうなればいいのにって思ってますけどね。そう楽しい、なんか楽しいなって、うん、このお店もすごいですけどね。まずこのお店もすごいことになってるので、なのでぜひね、あの皆さん一回来てもらいたいですね。この収録現場にもまず来てほしい。私最初来た時びっくりしました、ね、一番最初来た時の衝撃度あの何年でも一番最初に来た時しょぼかった。いや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 、でも4回目ぐらいありましたもん、すでにあったっけ。はい、でもユーストリームの放送って大概ウェブカメラでやってるのが多かったので、こういうちっちゃいのとかパソコンのカメラでやってるっていう放送が多かったので、その気持ちで来たらやばい4回目あるどうしようみたいなすごい映っちゃうじゃんみたいな感じがしたんで、あのデライブに来た時もすごい照明とかがすごかったので、あ、もう照明があると聞いてた、はい、もうびっくりして、ここは中華屋さんだったかなって思ったんですけど、それはですね、でも それとは別で普通に鍋食ってましたよね。そうですね、最初本当にご飯食べたりとかしてたんですけど、ちょっとびっくりするので、ぜひ皆さん体感しに来ていただきたい。体感できる中華料理なんで、そうですそうです、これね来てみないとわからないんですね。いいわけないからすぐ。そのキャッチフレーズもらいました。あ、どうぞ。ちょっと分けていただいてね、あの使うたびに。いや、使うたびにあのあれですよ、鍋のあれがこう、なんか流れてくる感じ。いいです、それでいい、それが十分嬉しいです。そんな感じで、でここにいる。でここに、そうですね、あの2回パーカッションサポートさせていただいて、ここ2人目がですね、あの実は一昨日ですよね。一昨日ですね。一昨日あのシンガーソングライターの風見静香さんっていう、しーちゃん、はい、はい、しーちゃん、急遽パッカッションサポートさせていただいて、その際にですね、はい、明後日言っちゃった、うん、これはもう絶対言ってやろうって今日は、うん、そうですね、明後日、僕1週間前。あ、1週間前1週間前っていうことはあれですね、あの4週目の MC の時だったのかなっていうところですね、はい、心の準備がね、このゲストさんたちに、いやでもさ、いやほら、じゃあ風見静香の話が出たから、風見静香明日リリースなんですね。そうなんですよ。ご
これですよね。はい、これです。で、あの実は今日ね、調布の方で、すでにレコアツイベントがあって、そっか、フラゲビ。そうです。ちょっとお邪魔してきたんですけど、あ、フラゲットしてきました。お、素晴らしい。しーちゃんは一回一緒になりますか。はい、一緒になりました。ひたむきな感じのね、ここで、あ、かわいいサインが。どこに写したらいい？風見静香ちゃん。で、今回はどこにした？今回はあれなんですって、野球の中畑清さんの、と主催している、うん、そういう野球のイベントの のテーマソングへーすごいになってますよ。野球の盤面かわいいですね。デザインが面白いよね。これかわいい、うん、ね、かわいいですね。なんかいいですね。へー素敵。中身も素敵ですね。中身もいい感じ。しーちゃん名前がまず綺麗ですよね。風見静香って本名ですよね。確か本名そうですね。すごい綺麗なお名前ね、読めないですよね。そう、最初そうだ、ブリカフェでライブしてる時に、私は店員で働いてて、彼女がライブしに来たのが、確か最初の出会いでした。うん。で、チャイナスクエアに私のポスターが貼ってあって、しーちゃんだよな。うん、あの人ですかって。あ、そうですって言った。しーちゃんね、結構片っ端からあの人ですよね。あのポスターの人ですか。そうそうそう。言われた。そうそう、うん、例のあの人にもそれ言ったらしい。いろんな人に言ってね。いろんな人に言ったり言ってるし。いいですよね。あの人ですよね。なんかいいじゃないですか。言われた方も有名人。そうそうそう。あ、私なんかね、思いますもんね。使っていこう、今度から。しーちゃんにあの人ですよね。いや、あの野球の。ぜひ皆さん、明日発売ということで。ぜひ皆さん、はい、お求めください。お求めください。そんな。そんな風見静香さんのサポートもされてる。てこ単発が多いですけどね。はい、うん、いろんな人と絡みたいなという。おまさか自分がパーカッションやり始めると思ってもいなかったんでね。楽しいです。ですね、最初会った時やってなかったもんね。やってなかったです。本当に なってるのかな。普通にパカパカやるっていうのを全然やってなかったと、はい、もう ほぼやってないですね。で急にこうやり始めて、なんかこれは好きだぞって自分の中で太鼓が好きだぞっていうなんか芽生えてしまって、それで人と合わせ始めたら、で僕はもともと歌っていたので、はい、コーラスだったりも自由にこう入れられるんですね。でその時になんて言うんだろう、歌い手さんの気持ちが分かるというか、こうサビはこういくんだろうっていうふうに、はいはい、それは楽しくて、なんかあのパーカッションのセットって、はい、なんていうのかな、細かいところが結構工夫してますよね。そういうのが好きなんです。確かに普通これ使わねえよなみたいな。あ、大輝さんのだった。そう、あの多分あのぶら下げてんのとか子供用で結構いろいろそういうの、ね、そうですね、結構いろいろ使わせてますよね。まあ、試行錯誤をしながらですね。じゃあ今度それも見せていただいて、ぜひ、はい、はい、そうなんですね。私だってあのジャンベとかジャンベは好きですね。カホーンとか、うん、ね、そんな小物を使ってるのあんまり見たことがない気がします。そう、台所用品とかたまに使ってる。ああ、なるほど。でもパーカッショニストの人ってなんかそういう感じですよね。音さえ出れば、合えばもう何でも使うっていうところあるんですよね。私もあのパーカッションやってもらうサポートの子がいますが、結構、でっかい人。でっかい子。あのちょっと、ふくよかな方。ふくよかな方がいるんですけど。おおらかでふくよかな方がいらっしゃるんですけど、まあ、彼からも私はポンコツと呼ばれてるんですけど。あ、じゃあ、迷うことなくポンコツ3号。そうですね、もう3号で、むしろ3号でいいのか3号でいいのか。はい、いや、そういうなんかパーカッションの人って面白いなって思うんですけど、うん、マットさんずっとギターですか。僕エレキから。 あピアノだ。そうなんですか。へえ、ギターはいつから。中学
生ぐらいの時に。あ、ピアノはちっちゃい時からやってらっしゃるんですか。そうですね、3歳ぐらいから。あ、英才教育ですね。お坊ちゃまですか。なんかね、父親がやっぱビートルズが好き。あ、そういう、かっこいいですね。ビートルズを弾いてたんですか。かっこいいのかな。かっこいい。あ、そういや、聞かされてたん。あ、聞いて、なんかこういきなり弾き出しちゃって、あ、この子は何、そういうの全くないですね。親からのそういう期待的な。いや、もう鼻くそとか食べてた。あ、そういうタイプ。一緒ですね。あー、やっちゃってたね。レンゲ畑は、あ、食べてた手でピアノ触って怒られる的な。そうですね。俺があんまり好きじゃなかったです、ピアノ。そうなんですね。で、ギターを始め。ギターを持てるかなと思って。あ、持てました。全然持てないんで、あ、ブス撲滅って歌いました。で、歌うから。みんな旅に出てくれって。そういう、やっぱり心の叫び的な。ブス撲滅は持ち曲ですよね。そうですね。え、今も歌ってるんですか。いや、歌ってないですね。それも高校の頃。あ、ブス撲滅全然持てなかった。全然そうそう、みんながブスに見えるってことですか、それって。いや、もう卑屈になってたんでしょうね。あ、そう、誰も相手してくれない。で、ブスを目指して余計に惹かれるみたいな。そうそうですね、本当に惹かれてました。男は盛り上がってました。あ、でもそれいいですよね。うん、どうだったのかな。よくないんですかね、同性から支持される。いや、でも なんだろう、同性から支持されるのってすごく本当はすごい。そうそう、それ的にはね、女性だってそうじゃないですか。うん、絶対そうだと思います。だけどやっぱ高校ぐらいだとやっぱモテたいフィルムがすごいから。モテたいで始めたのにみたいな。男ばっかりみたいな。でもまあモテたいで始めてその曲はないわっていうところもありますよね。どんどんねじ曲がっていった。そうですよね。やっぱモテるって大事ですね。そうですね。そうなんだ、そういうオチなんだね。ねじ曲がっていったんですよね。もうすごい勝手に簡単に肯定しちゃったんですね。すいません。ちょっと気分を変えて。今日のね、テーマですけど、皆さん覚えてますか。テーマは夏の食べ物といえばということでですね。もうさっきもね、出ましたね。はい、出てますね。そうめんとかね。そうめん、うな丼、うなぎ、土用丑の日、この間ありましたよね。明日なんですか。あ、またあるんだ。明日が土用。2回目の。土用、私、あの前回の時調べたんですけど、もうすっかり忘れちゃいました意味。土用丑の日、土用っていうのは本当は土用並みとはまた別なの。春夏秋冬全部あるのが土用でしたっけ。土用並みって何だろう、夏の終わりにもう荒れちゃうのが土用並みっていうのは。荒れたのも別。字は一緒だよね。でも意味は違うね、多分。でもうなぎ屋さんが儲かるようにしたかったっていうことですよね、もともとは。あ、そうですよね、平賀源内。でもすごいですよね、今だって絶対うなぎ屋さん儲かりますもんね、その時期。明日も多分儲かるんでね、うなぎ屋さんのお友達がいたら。あ、高いんですか、うなぎ。天然なんてもうすごい。じゃあぜひね、天然うなぎ食べたいなと思いますのでね、明日私の居場所を見つけて誰か持ってきてください。明日ライブなの。ないです。無理じゃないですか。そうですね、誰もくれないな。ライブ会場ならそこに持ってきてなら。そうでした。うなぎ食べました、今年。あ、食べました。先週、先生、あれ、その土曜のうなぎ食べました。土曜のうなぎの日じゃないです、土曜の牛の日。あ、美味しかったですか。美味しくいただきました。元気になりましたか。元気になりました。タイプさんは。僕もいただきました。あ、いただいた。本当だ。すごいですね。いいですね。皆さん食べました。食べてんだ、みんな。あ、みんなうなずいてる。やだ。みんな食べる感じなんだ。吉野家。あ、吉野家。え、マジか。そうか。でも結構いいお値段しますよね、そういうところのもね。うなずこてるからね。あ、そうなんだ。でも私さっきも歌ったように牛丼屋にも一人で行けないの。牛丼、え、でもうなぎ屋さんだったらいけるの。うなぎ屋さんもいけない気がする。え、いけるかな。うなぎ屋さんって大体どこにあるんでしょうね。普通にあります。あんま見たことない。神田か。神田ね。じゃあちょっと探しに暇があったら行ってみ
そう探すだけに、通り過ぎるだけ。夏はスイカ、スイカ美味しいですね。のらこさんって何ですか？誰か分かります？ん、夏の食べ物はのらこさん、はい、何だろう、分かる、なんかあるのかな、分かんない、説明をください、お願いします。夏はそうめん、そうめんはいいですよね、本当に。あとね、四角豆って読むの、違うのかな、結構前の方ですけど、四角豆、四角豆、ね、なんか読み方が違うのかな。あとは麦茶と塩飴、これはね大切なやつですね。天然の国産うなぎ食べたいですね。そう、夏はアイスが私も大好きです。でも夏じゃなくてもアイスは大好きですが、基本的に最近ちょっとアイス1日3本ぐらい食べてるのでそろそろ改めようと思っておりますがね、1日1本にしないといけないですよね。でもね、やめられないですね。でも今日はまだ1本も食べてないので、1本ぐらい食べてもいいかなと思っておりますよ。あれ、これなんかその話しましたよね、なんか今のなんかした気がする、マイブームみたいな。あ、そうです、そうです、マイブーム。でもマイブーム、あのなんか箱アイスを買ってきて、箱アイスを冷凍庫に入れとくんですけど、箱アイスは2本で1本だと思ってるので、わかります、ちっちゃいから、そうそうそう、あの2本を多分溶かしてくっつけたら1本分になると思うんですよ。だけど値段は安いじゃないですか、箱アイスの方が。だから10本で300円とか400円とか。そうです、そうです、もうなんかすごい安いので、朝食べて、朝からな、はい、朝速攻食べるんですけど朝起き抜けで食べて、帰ってきたら冷凍庫開けて食べてやると、まあ1日1本かな。でたまにあのちょっと待ちきれなくて帰り道に食べるんですけど そう、それは普通に1本食べちゃうので、まあ大体 2,3 本ぐらい食べてるんですけどそれが夏の、はい、みんなが失笑してね、黙り込んじゃったところで次に行きたいなと思いますよ。夏の風物詩、夏の風物詩、うん、ということでですね、皆さんゲストトークいっぱいしてもらったのであれなんですが、ちょっとね、あの簡単にお話をお伺いしたいんですけど、はい、今の活動を始めたきっかけというものを教えていただきたいなと思うんですが、太一さんはどんなきっかけが。僕はあの不登校ですね。あ、不登校いつですかあの高校生の時ですね、高校生の時に。これ真面目に話すところですか。真面目に話してくださいあ、どちらでも本当ですか、はい。不登校の時にですね、はい、あの音楽しかなかったんですよね、自分の居場所が。おー、そう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 。でそれで歌を作り出したんですか。作り出しましたね。でも太一さんバンドやってましたよね。バンドもやったりしながらね、バンドしかないのかなって思ってたんです、その時は。あ、音楽といえば、うん、それは高校生の時。それはまだ全然その後ですか。音楽始めたのがもう23とかぐらいなんで、そのバンド始めて、それまでずっとこう一人で家の中でずっとこうなんか何をすればいいんだろうみたいな、ここで何をすればいいんだろうって言って作ってた。なんか漠然とぼんやりこうこういうことがしたいなっていうのがありましたけど ね、うん、ね、その時はその時もギターですよね。いや、ギターも何もなく。あ、なく。そうですね。なんかまあ鍵盤みたいのがあったので、ちょろっとこう弾いたりはしてたんですけど、鼻歌みたいな感じで歌ってたんですか。そう、なんかこう既存の曲でもなんかそういう時期ってすごくね、あの音楽が染みるんですよね、うんうんうん、すごく言葉が。うーん、だからこういうことが自分もしたいなっていう、なんていうんだろう、変なこう使命感みたいなのがこう、10代の時にこうね、俺が作ってやるんだみたいなね、そこがこう自分を救うところからそうそうそう始めよう。そうそうそう、いやいやいやまあでも結局ね、そこはあのクリアしないと、うん、人には届かないなっていうのがありますね。まあそうですね、それはありますね、うん、なるほど、不登校。そうですね、こういうことは意外に真面目に言ってなかったので結構照れますねそうですね、不登校からのライブじゃない、バンドからの一人
バンドというかですね、一番最初はそのギターを手にした時に、あの駅で歌ってる人になりたいと思って。駅で歌ってる路上ライブ。その時は駅で歌ってる人っていうのに憧れてて、なんかこうすごくその思いだけでコードも3つか4つぐらいしか分かんないってこうガーって歌ってたら、その時のパワーって多分すごいんですよね、目こうパッと開けて人が集まってたんですよ。へえ、それは自分の曲で。いやもうなんかよく分かんない、もう。へえ、もう何やってんだろあいつみたいな感じ。開けないぞみたいな、なんか心配して見てたわけじゃない。そう、あ、そうかもね。なんだこの子、大丈夫かな。なんじゃこれ、こうされてたんじゃない。そうですかね。あれあれあれって。そうかもしれない。みんな実は警察官とか。違います、大丈夫ですか。たまにね、警察官も頑張れよ、頑張れよって言ってくるし。駅で歌う人になって夢を叶えて、なんかこう、そう、そこでそうなっちゃったもんだから、うん、俺はやれるってこうね、勘違いしちゃった、ね。あ、うん、なるほど。勘違いのまま現在に至る。でも勘違いって大事ですよね。そうですね、うん、勘違いをしないと続けられないですからね、正直ね、どっかで。なるほど。そうですね、まあなんかその時の思いはブレてないですね、うん、パッカーションやったりしますけど、思いだけはブレてない、ね、で最初にバンドやった時はギターだけ。いや、もうボーカルだけですね。あ、ボーカルだけ、はい、ギターは全然弾いてなくて、まさかまたこう自分がギターを弾いて歌ってるっていうのも、へー、30過ぎてからやり始めた感じですね。へー、まあ一応その弾いてはいましたけどね、うん、ずっと。へー、私一回あのバンドのなんか CD をみんな、はい、なんであれ持ってたんですかね、なんかみんなで聞いたんですか。前のバンドですか。前のバンドの、その話はね、あ、しない。あ、いや、してもいいんだけど、うん、すごい。なんか、あ、まあいいんですけど、すごいアイドルバンドみたいな。そうそう、アイドルバンドみたいなので、全然歌い方が違くて、そうです。びっくりした。びっくりしてます。あ、そうか、その音源聞いてる。音源聞いてみんなでびっくりした記憶が。まあ、すごくその中のメンバー一人だけ有名どころで今すごいことになってますけどね。だけど、まあ、それがあったからそうなのかなって勝手に思いながら、無駄にはなんなかったなって。そう、誰の人生も無駄にはなってないですからね。そうですね、いいことしたですね。じゃあそんなわけでマットーさんのきっかけは。きっかけ、いや、なんだろう、なんかね、高校やってた時のバンドがね、東京に行くとかなって、僕高校生だったんで、僕だけね、高校生だったんで、ああ行くのをやめて、じゃあなんかデビューして、すごい悔しくなって、確かに、俺は全米デビューしてやろうって、ちょっと頭おかしかったから、いや、そのぐらいがちょうどいい。とアメリカに行って、あ、行ったんですか？うん、お、行っちゃったけど、まあまあ、みんなうまいよね。まあまあ、アメリカ。違いますよね。そこがなんかね、アメリカどこ行ったんですか？アラバマ州なんだよね。全然ね、いきなりすごいね、ブルースみたいなところに。へー、もともとそういうのが好きでそこを選んだわけではなく、わかんない、テレキャス買ってそのままなんか何も考えてなかったんですよね、あんまり頭に。アメリカ行ったらなんかなるのかな、なんかなって全米デビューしてやろうと思って。へー、どのくらいいたんですか、アメリカに。でも9ヶ月で内定戻ってきて、もう無理って。そうなんだ。なんかでもクーラーを直しに来てくれたおじさんがいたんだけど、アメリカで、そう、うん、で、お、ギターやってんのかっつって、弾いたらすごい偉いうまいんだよね。クーラー直してるのに。もうなんか勝てないなと思って。あ、俺音楽やりに来たのに、うん、クーラー直してる人の方がうまい。で、なんかやっぱなんか日本人が音楽をやるってなんか時代劇に黒人が出てるみたいなノリなんだよね。おー、うん、全然もうなんか日本人、もう長渕とか尾崎とかやった方がまだいけるみたいな。あ、なるほどなるほど。だからもう日本で帰ってきてちゃんと日本の音楽で勝負しようみたいな感じで。そうそう、なんかデビューできたんですけど。おお、すごい。いや、すごい良かったですね、帰ってきて。そうで、まあデビューしてもパッとしなかったんだけどね。いや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 、それでも結構いろんなとこ出てるんじゃないですか。そうですね、なんかミュージックセッションとか出させてもらって素晴らしい。なかなかその、ね、経験できることじゃないですからね、素晴らしい。そうですね、で実力と全然噛み合ってなくて、すごい心は病気になってきましたけど、その時もどんどんねじれていっちゃって、ねじれていっちゃって、第二のねじれが。その頃が何歳ぐらいだったんですか？俺、27、28とか。へー、
あ、お二人って年齢とかって別に。あ、僕全然43です。あ、若い。35です。35歳。43。若い。一番年下。一番年下でした。よかった10歳ぐらいでサバ読んでいこうかなって思ってます。あ、10歳ぐらい。え、25歳ってことですか。あ、45歳。そうですね。あ、そうです、ね、はい、見えないですけどね。まあ、年齢じゃないですけど。へえ、なんかそれでマットさんが今ほら、ドライバーとかでやるときはもうサポートだけじゃないですか、うんうんうん、出て。ああ、それは何か理由があるんですか。いや、っていうの基本的に詞とか曲とかが自分で書いてるんで、うん、それをやってもらってるんで。ああ、そうなんですね。まあ、サポートとは。あ、そこそこそこ。サポートではないんですね。形は何でもいいんですよね。なんか名称は僕は何でもいいんで。じゃあ作るのがお好きなんですか。そうですね。もともと職業作曲家で入ったんで。あ、そうなんですね。え、メロニーちゃんの詞は本人書いててって感じ。いや、詞もね、取材をしてなんかまとめて、技術あれ必要じゃないですか、詞を書くのって。確かに。歌として、やっぱ20代ってそういう技術ってなかなか難しいので、一応聞いたことをまとめて詩にしてるって感じです。どういう視点で書くかとか、だいたいエピソード言ってもらえれば、どこ、まあ、詩だから、あれ、言葉を追っかけていくと結構奇抜ですよね。あ、そうですね。ないところ、一応なんか最初差別化したいっていうか、今、うんうん、もうないところに行きたいんで、うんうんうん、もうどうしても失敗するかもしれないんだけど、うんうん、やっぱ最初にやったやつって儲かるんですよ。いや、もちろんそれはそうです。もう一か八かですね、いつも僕はやるときは。最初すごい。そう、メラニーちゃんの詩の世界って結構すげえなと思うんだけど、カイディさんもそうです。カイディはまた別だ。そうですね、また別だ。あれもまとめて、まあ、そうか、あの辺もちゃんとそういうことも含めて制作をしてる。すごい。カイディの曲なんかそれぞれテーマが決まってて、例えば何ですか、ちょっと説明を。あの、例えばお化けの、まあ、だけどなんかなってるの多いですよね。なんか架空の電車になりたい、中央線になりたいみたいな、中央線を主人公に、じゃあどうストーリー展開していくのか。面白そう。へー。割となんか物語をにしていくっていうか、あ、楽しそうですね。みんなが同じイメージが見れるようには、詩だけ読んでもちゃんと伝わるように、曲だけ聴いてもいい曲であるように、作品力がすごい気遣ってます。聴いてみたいですね。すごい。なんか、お二人とも真面目ですね。真面目なんですね。真面目なトークを繰り広げられて、ま、だって、真面目に聞いてるから真面目ですと思う。ボケた方がいいかな。あ、全然、なんか勉強になって、なんか、いいなって思ったんですけど、みんなもね、多分真面目にじっくり聞いてくださったんじゃないかと思うんですが、あの、皆さん8月生まれの方を教えていただいてよろしいでしょうか。8月生まれの、視聴者の方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、タイムラインに書いていただけたら嬉しいなと思います。それからお友達やご家族でも構いません。ぜひ書いてください。ということで、ちょっと、私持ち込み企画というものがございまして、そちらをお届けしたいなと思います。それでは参りましょうか。いきまーす。岸のり子の持ち込み企画です。岸のり子の夏休み絵日記でしょう。ということで、こちらにですね、あのボールが入ってまして、このボールにいろいろ書いてあります。あの、なんか今お話ししたようなことも書いてあるかもしれないんですけれども、まあ、かぶっちゃったらかぶっちゃったら、はい、かぶっちゃったらかぶっちゃ、これを引いていただいて、引いていただいたら、絵日記風に絵を描いていただいて、その内容を説明してもらえたらいいなという、夏休みならではのね、あの企画になっております。あ、そうなんだ。なので、はい、このまずボールを
お二人弾いていただく感じで、じゃあ、はい、太一さん弾いていただいて、はい、あ、見ても見ない方がいいですね。はい、読んでください。じゃん、読めない字がね。あ、じゃあ読みましょうか。あ、こっちですね、はい、はい、あなたの自慢、あなたの自慢を絵とともにお知らせしていただけたら。じゃあ、マットワさん。あ、これ個人ずつ。はい、個人ずつで。夏やってみたいこと。2015年夏やってみたいこと。はい、はい、じゃあ、僕それを書くんですか。はい、お願いします。まあ、海辺でってのはもうなしだから。あ、私それ聞いた。何ですか。夢なんすか。あ、でもあれは2015年じゃないですよね。もうちょっと年を取ってからやりたいことですよね。そう、あ、そうですね。今年の夏はもうちょっと柔らかい感じのことを言っていただけたらいいなと思いますけれど。はい、今日も私、串は絵日記を書きました。今日の絵日記を書いたんですけど、2015年8月4日、今日はちょっとなんか文章おかしくなっちゃったんですけど、回数券をいつも使うんですけど、電車に乗るときに回数券を使って電車に乗ったんですが、降りるとき、まあ、電車に乗ったのは10分間ぐらいなんですけれども、降りるときに回数券はすでにどこかへお出かけしてしまいまして、一生懸命探したんです、改札口で。でもなかったので、もう1枚回数券を取り出して、駅員さんにこの回数券で私をこの駅から出してくださいとお願いしまして、出していただいて、あ、じゃあこれをいただきますって言って、いいですよって言われるかなと思ったんですけど、言ってもらえず、それを受け取られて、まあ、回数券っていうのは普通ね、10枚の値段で11枚ついてくるというのが定説なんですが、私の回数券は10枚の値段で10枚になってしまいました。でもいつも切符をなくすので、そろそろ回数券をやめようかなと思います。切符ってどうしたらなくさないで済むんですかね。5回に1回ぐらいなくしちゃうんですよね。そうなんですよね。だからなるべくスイカパスモを使いたいな。スイカパスモも一応2枚持っているんですね。一応何かの時のために。そうなんです。でも家にはだからスイカが5枚ぐらいあります。何かに困った時にあれ返すと500円とかもらえるじゃないですか。だから本当にお金に困った時に買えようと思って。お前2500円。結構駅まで歩きます、大丈夫。そう思う。そうか、1枚返すとアイスのこの箱が1個か2個2個ぐらい買えちゃう。そう、だから本当に困った時にはアイスで困った。アイスが買える、このスイカでって言って買おうと思ってるんですけど、まあ、そのスイカがどこに置いてあるかは分かりませんって言ってね。書き終わりましたか。はい、じゃあじゃあまず書き終わってる太一さんからお話を伺おうかなと思います。あなたの自慢ということで、じゃあお願いします。じゃじゃん、じゃじゃん。8月16日生まれ、8月16日で65歳、母高子。おお、もうすぐお誕生日。8月誕生日。絵だけ見るとその年じゃないよね。結構、まあ、確かに結構若い、なんか若い感じですね。実際はそういう若い感じです。実際多分そうですね、60何歳には見えないか。へー、好感度アップを狙っております、お母様に。へー、いやいやいや、じゃあそれ後でハッピーバース。あ、そうです ね、そうだそうだそうだ、高子さん、そうだが自慢。まあ自慢せざるを得ないでしょうね、もう。なんかあります、エピソード的な。途中からですね、途中からというか中学ぐらいからずっと母子家庭で育っておりまして、兄弟が3人いるんですけど、うん、やっぱ今になるとね、3人をこう女で1人で育てるっていうのはものすごい。3人兄弟男ばっかり。一番下だけ女の子ですね。そう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 、だからそれがもうすごいですよね。すごいから、確かに、もう自慢ですね。不登校の時は心配されたんじゃないですか。不登校の時はですね、まるでわからないな、この人はと思ってたけど、
僕の気持ちなんて、あなるほど俺の気持ちなんてみたいなね、うんうんうん、よくありがちな 壁とかこうずっとこうガン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 こうようなすごくそういう風に壊れていましたけどね僕も。だけどどっかでこうなんていうんだろうな、母親がいたから乗り越えられたみたいなところもやっぱりありますね、うん、と本当は分かってくださったんですよね。分かって最近ですね、最近すごくなんかいろいろ言ってくれるようになったりとか、うん、音楽も最初やめなさいぐらいな感じだったけど、うん、もう今はもう絶対にやめるのをやめなさい、あいいですねぐらいの感じになる。いいですね、お母さん、うん、自慢のお母さんです ね大切にしてください。大切にします。はい、8月16日生まれ。そう、大変なんですけどね。が自慢、いやすごいですよ。とにかく僕のシャツとか長袖のシャツとかを、うん、なんか勝手に半袖ぐらいにして、これくれたんじゃなかったっけって着てったりするんです。あ、お母さんが着ちゃってる。そうそう。ああ、そういう自由な感じのお母さんなんですね。結構ファンキーな感じなんで、あんまり似てないですか。じゃあ似てるんじゃないですか、ね、あ、でもファンキーか、やってる子いきなりなんかやりたい、あのそうめんやったり、あ、そうめんやってるね。そう、そこはあるのかもしれないですね。そうなるほど、ありがとうございます。ファンキー、まあまあそんな感じで、ファンキー。じゃあ松尾さんの2015年夏やってみたいことをお願いします。腹筋を6つに割ってみたい。この絵で勝利のブランデグラス、勝利のブランデグラス、いいですね。この T シャツが欲しい、これの。本当ですか。2015夏リミテッドこれみたいな。はい、かっこいい、かっこいい。自画像ですけど、ね、ちょっと脇毛も、あ、脇毛じゃないや、脇毛は結構入ってる。胸毛をちょっと生やしたい。胸毛を生やして、ちょっと6個に割って胸毛を生やして、そうです、ね、メガネもちょっと変えて、クッションいいよ。ちょっと2015年になっちゃって1ヶ月ぐらいですけど大丈夫ですか。あれやってるんですよ、なんかワンパコは。ああ、本当にやってるの。リアルに頑張ってるんですよ。あ、じゃあ本当に腹筋を6つに割って、6つに割りたいです。まあ、ここしか縦に筋が入ってる。ああ、いいですね。ちょっと見てみたいですね、これ。この T シャツとクッション試しますか。なった暁にはクッションと6個の腹筋の感情を試そうかな。全然胸毛入ってないですよね。あ、そうです。僕ね、すね毛ここすごい入ってるんですよ。太ももは入ってないんです。そうか、それ細かいとこが。太ももは入ってないので、太ももは入ってないのに、すね毛すげえ入ってるんですよ。結構短パン派ですか。ちょっとね、学生時代ちょっと恥ずかしかったです、このすね毛だけ。でも男性ってなんか本当に生えてない方は生えてないですね、足とか。綺麗な方は綺麗ですよね。多分ズボンを履いてるからですかね。違うのかな、擦れるじゃないですか。いや、もう元からとか、ソルジャーか。ソルジャー、ソルジャー、すね毛ソルジャー。すね毛ソルジャーの方も多いんですかね。かもしれない。でもあまり全部ソルジャーしちゃうと、そうですね、ちょっとまずい。逆に、逆に男性って胸毛とかって憧れるんですか。あ、で、タイツさんが入ってます。僕はもうすごいワッサー、ワッサー入ってる。ワッサー、ワッサー、何にもないですね。顔がありました。何にもない、何にもない。あ、顔がありました。何もない、またさんも何もない。何もないです。じゃあ憧れるんですか、タイツは。憧れますね。アンディーカルチャーみたいな。ワイルド、あ、ワイルドなイメージ。ダンディーな、そうですね。ぜひ V ネックでバッサー出して、 V ネックバッサーって感じ。モテないよ。面白さはありますね。面白さは確かにすごい、コソコソされるとすごい気になっちゃうし。でも確かにクッションを試してみたい。そうです ね、もしかしたらバーンってプールに投げると浮くかもしれない。そこまでの、そうです、そこまでのやつを求める。いや、それじゃあアメモみたいなね。やっぱりすね毛もソルジャーしない方がいいんじゃないですか。そうですね、すね毛は残しておきます。うん、そうです。それは残しておいた方がいい。男らしいですからね。まあ女性はね、胸毛わかんないけど、好きな人と
じゃない人というか、ね、ああ大嫌いなんじゃないか脱毛してますもんね、永久脱毛女子はね。あ、女子、自分の嫌ですよね。マジか。マジか。ちょっとまずいですよね。当たりって思うかもしれないです、ね。あ、逆にうわっって最初は、ね、あ、おう逆にどういう反応するんですかね。いやでも、うなぎは分かんないけど、脇毛、女性の脇毛って好きな人いるでしょ。あ、そうなんですか、うん、あ、女の人の脇毛とか。そうそうそう、そういうフィッチがあるってこと。だいたい、だって今、まあ、まあ、処理するのが普通でしょ、うん、今。そうですよね、みんな。しない国もありますよ、ね、あ、そうですね、あります、あります、あります。どういうことなんですかね。なんでですかね。でも、しない国の方って多分薄いんですよね、あの色素が。あ、違う、ブンブンブンって振ってますよ。あ、違うくて単にワッサーしてるんですか。なんでなんだろう。でも、どっちがいいんですかね。今日ワッサーのハッシュタグにしないと。わかんない。失敗してる。みんなワッサーになってきます。ワッサーって。ワッサーってなって。したことないからわかんないんですけど。やってみていいです。そうですね。でも入るかもしれないですよ。もうならないわさって。へえー。ちょっと気になるんですけどね。でもちょっとあの2人の絵日記もね、これプレゼントになります。これプレゼントされた方ぜひ T シャツにしていただきたいの。これいや。ね。どっちもいい感じだよね。2人ともテイストの違う。上手な絵けど、うまい、うまい、うん、描かれてて、もう私なんてさっき絵があったのかみたいな状態ですからね。すごい、なんか良かったです、うん、ありがとうございます。その T シャツいいね、うん、いい。あの真っ赤な T シャツに黄色い線だけでいいかも、いいかも。なんかいろんなカラーとか、あの、ちょっとビビッドな色使いの T シャツ、俺いらないっす。わかる。いや、だから今ケンディをあれだ、投げましたね。でも、マットさんが6つに割れてワッサーなって、それを見せてる周りに可愛い女子がそれを T シャツを着て、はべったらどうです。そう、すごい。その T シャツをみんなが。ちょっと可愛くないですか。リアルなやつがいいです。僕が本当に写真撮って。そう。いや、この絵じゃなくて。ね、写真で。写真。その T シャツどうなのかな。でも顔ぐらいでかわいいの。PV 作ってもらいたい。あ、いいですね。いい。それ撮りたい。ちょっとそれやりましょう。やるの。そうなった暁にはやってほしい。そうですね、うん、楽しみにしてます。ムッツとフッキン、あ、ムッツとフッキンじゃない、ムッツとワッサーね。ムッツとワッサーね。ワンダーコアで頑張りたいと思います。はい、そのそんな、気持ちでね、ございますけれども、皆さんですね、ぜひ8月生まれの、あ、そうそう、四角豆っていうのが身の断面がひだのついた四角形なのでこの名前がある。沖縄ではウリズン豆、四角マーミー、日本本土では琉球四角豆といった商標で、なんだろう、苗が販売されているっていう。ありがとうございます。初めて聞きました。夏の食べ物、今日のですね、ハッシュタグが今夜はふわりゆらゆらの岸のり子をはじめ3人がお届けということで、もうね、ふわりゆらゆらというよりもね、なんかワッサーの、そうだよね、ちょっとワッサーみたいな、今日間違ってるわ、ね、ぜひですね、皆さんハッシュタグではないですけどワッサーでこのタイムラインを見ていただけたらね、面白い気持ちになるんじゃないかなと思いますので、ね、こちらもお願いしたいなと思います、うん、そんなわけで、そんな気持ちでございますけれども、ライブの方をね、お届けしてもらおう。こんな気持ちでできるの。あの、6つな感じでこう。6つな感じ。6つとはさーで。そうですね、上半身裸でやりたいですね。そうですね、でもほら、ワッサーになれるやつとか売ってるから、ね、貼り付けるやつとか、そういうのね。そうだね。ハッシュタグ、ムツとワッサーって送ってきてくれるけど、ムツとワッサーではプレゼントを対象にはなりませんけれども、ハッシュタグね、ありがとうございます。
送ってくださってる方もいるので、ぜひ皆さんもね、後に続けと、していただけたら楽しいんじゃないかなと思います。これがみんなで番組を作るということですよね。うまいの、はい、みんなで番組を作るということで、あの8月生まれの方もぜひです。今のところたかこさんだけなんでね、はい、お願いしたいなと思います。そんなわけでね、なんか思いがけない話題になりまして、うん、はい、面白いですね。いつでも今提案はわわさん、間違えちゃった。山本さん。では、山本マット。
さっきの曲はうんこちんちんという曲だったんですけども、えらいミラニちゃんに怒られてしまいまして、作った時、あ、例のあれか、そうなんですよ。なのでそれで歌おうかなと思ったんですけど、あのミラニちゃんうんこちんちん、あのキーが合わないので、歌詞だけなんか適当にアドリブで歌ってみたいと思います。うんこちんちんという適当な歌です。うんこちんちんっていい言葉だね、聞いた人が少し笑ってくれるから、世界中の人々にそれぞれの言葉でうんこちんちんって言ったらみんな笑ってくれるかな。僕は昔プロ野球選手になりたかった。僕は昔宇宙飛行士になりたかった。でも今はこうやってパルヘジアで今歌ってます。やつは世の中思い通りになることは少ないけど、ほんの少しほら笑ってくれる、そんな存在になりたい。格好なんてつけない、見えなんてそんなうんこちんちんに僕は慣れたらいいな。鏡の前で本当に目が覚めた時うんこちんちんになってたら、僕は真剣に悩むんだろうけど、ほんの少しほら笑ってくれる、そんな存在になりたい。格好なんてつけない、見えなんて足らない、そんなうんこちんちんに僕は慣れたらいいな。ありがとうございました。すいません。
はい、この後、はい、この後、はい、大地さんのステージをですねお届けしていただこうかなと思うんですけれども、今ってアドリブなんですか？ほぼほぼそうですね、適当に、子供、小学校の時はね、なんかキーワードだけ言ってもらって適当に作るんですよ。あ、なるほど。でも小学生大好きですよね、その言葉。そうなんですよ ね、小学校とかでよく、幼稚園生とか先生はね、ギャッてするんですよ、ね、こういうキーワード出す。やめなさいって思うけど、小学生、幼稚園生はもうみんな男の子も女の子も大好きですよね。何なんですかね。いつの日か大人になった時に特に女子は気づくんでしょうね、なんて言葉を伝言してたんだ。歌いづれえわ。からの。からの。からの、タイツさん。それではタイツさんに歌っていただきたいなと思います。お願いします。僕が平気で人前で素っ裸になってた頃の歌を歌いますね。結び目というタイトルの曲です。蜂に刺された痛いよ泣きじゃくり僕は腫れる指が怖くて立ちすくむ駆け寄るばあちゃん躊躇なく僕の指をくわえて毒を吸い出す細くなる三角
くもなるよ。ありがとうございます。今日は、子供の頃の歌を、子供の頃の思いを歌にした、そんな、歌を歌っておりますが、僕は子供と子供たちと関わることが結構多くて、一緒に遊んでると、実はいろんな子がこう悩みを打ち明けてくれたりとかしています、そんなことから生まれた曲を歌います。一生涯という曲です。聴いてください。掴み取った証ですよ、何億分の一の奇跡の命ですよ。生きてく意味までごまかされたり、人と違うは個性ですよ。教科書通りの指導のもと、めくらます誰かのイメージへと誘われたり、答えに見えるのは心のあり方、刻まれんだ自分は一生涯愛してもらえないんだと、閉ざしても家族を思い、続けたあの子が自分を傷つけてしまう時、私から抱き止めに行け。子供ながら悟るんですね、同じようにしてもらえてるかどうかってわかるんですね。平穏は繕えるのかな、嘘笑いだってする。繰り返しを進む、鏡
では岸のり子が、移動したいなと思いますので、その間はお二人でこの場をつないでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。しんみりしましたかね。そうですね。いい感じでしょ。 ありがとうございます。結構いい感じで。何を。卑猥な言葉だね。卑猥な言葉言っときます。いい感じで。いい感じで怒られますよ、てるちゃん。あ、そうですね。やめてみましょう。怒らないよ。これ、いきなりこう振られるんですね、この番組、ね、どうします、この鼻のない映像。鼻ない。鼻ないな。でも色味は結構綺麗。そうですね。ちょっと遠く見るとシャギアン出すかね。本当だ。 A じゃ
ないですか。何かで捕まった人じゃない。あれ、そっち？そっちで行っちゃう。私この間チャゲアスの曲歌いましたよ、ライブで。本当ですか？うん、楽しかった。一番最初に買ったのチャゲアンドアスカですか。本当ですか？チャスカ。そんなに盛り上がると思います。いいですね。何歌おっかね。お二人が素敵なライブをしてくださったので、私はちょっと短めの曲をお届けしようかなと思うのですが、のんびりと歌おうかな、猫という曲をお届けします。自由気ままに生きなよ、猫みたいにさ。君があたしに言った愛の言葉、ゴロゴロゴロって何かが鳴ってるわ。ご機嫌なのよ、もっと撫でていてよ。君にじゃれて引かいて、そっぽ向いてそっぽ向かれて、ハウヤハイ尻尾振って君を見る、尻尾振って君を見る。愛を愛を愛をちょうだい、愛を愛をちょうだい。嫌になったら出てこわ、追いかけないで。して連れ帰ってよ、一人でなんて生きれない、知ってるでしょ。君がいなきゃ生きれない、知ってるんでしょ。腕の中丸まって、頭で気まぐれに甘えてみる、ふふやはい。しっぽ振って君を見る、しっぽ振って君を見る。愛を愛を愛をあげる、しっぽ振って君を見る、しっぽ振って君を見る。愛を愛を愛を交換や、愛を愛を交換。ありがとうございます。猫という曲をお届けいたしました。このままここでやった方がいいですよね。ということで今日ですね、タイムラインの方で8月生まれの視聴者の方がいらっしゃったらぜひお寄せくださいと、お声掛けをさせていただいたんですが、私が見たところまだ一人もいらっしゃらなかったんです。増えたんでしょうか。それからですね、8月ゲストで来てくださったアーティストさんですとか、ご家族お友達の方いらっしゃいましたら、
お祝いをさせていただこうということで、ございまして、ちょっとねせっかくなので、はい、あ結構いる、あ視聴者さんはいらっしゃらなかった感じですね。なるほどなるほど、たかこさんとね、番組の出演してくださった方めちゃくちゃいっぱいいる。おーすごい。じゃあどうやってやろうかな。私ですね、バースデーソングというバースデーの曲がありまして、何年ぶりに歌うかわからないのでちょっと歌えるかなというところなんですけれども、歌を歌わせていただこうかなと思いますので、それでは8月生まれの番組出演者、あと隠れているかもしれない8月生まれの視聴者の皆さんへ向けてお届けしたいなと思います。バースデーソング、間違えちゃった涙を流して光を見た時から僕らの旅は始まったんだ。辛い時はそう思い切り泣いてまた旅を続けよう。青い空が見れること一緒に喜び合おう。 Happy Birthday Song 君に届けよう。素敵なときめき集めて Happy Birthday Song、 ここに君がいる何より大切なことなんだ。すごい短い曲でね、もう終わりなんですねこの曲。ということでここで8月生まれの皆さんをお祝いしたいなと思います。どうしようこれ、私一人でやる、ちょっとお二人ともここに来ていただいていいです読んでもらいたい。読んでいこうかなと思うんですけど、マイク、じゃあその2つを使っていただいて、8月、ここにはですね8月この番組に出てくださったゲストの方書いてありますので、一人ずつ読んでいきたいと思います。それでは私から読んでいきますね。はい、はい、ハッピーバースデーソング、ということで1日ミーナちゃんおめでとうございます。2日トンネフミカちゃんおめでとうございます。ブルブー、同じく2日みどりさん、おめでとうございます。おめでとうございます。では4日ですね、ひさおさんおめでとうございます。やっほーほーパナエッチ、イエーイ、おめでとう。あ、5日パナエッチ、イエーイ、パナエさんです。10日草刈えりこさん、ブルームーン、ブルームーンさんは2人いるんですね。そうですね、おめでたいですね。コンビなんでしょうね、きっとね。12日カオルさん、ザ・リマインダーおめでとうございます。イエイイエイ。これは15日榎本優香先生、おめでとうございます。おめでとうございます。16日母タカコ、イエイ、おめでとう。すごいフーフーファンキーピアノが全然ファンキーじゃん17日、綾部梨沙さん、おめでとうございます。18日、竹内健二さん、若林美希ちゃんのサポートです。おめでとうございます。おめでとうございます。24日、岩船ひろきさん、いや、おめ
すごいね、おめでとうございます。同じく24日マーチンさん、キルマキテルマさんのマーチンさんです。おめでとうございます。27日木村ちぐさちゃん、おめでとうございます。最後31日中水あゆみさん、おめでとうございます。8月生まれの皆さん、そして隠れた視聴者の8月生まれの皆さん、どうもおめでとうございます。ハッピーバースデーソング、君に届けよう素敵なときめき集めて、ハッピーバースデーソング、ここに君がいる何より大切なことなんだ。頑張れ、俺たち8月生まれ、俺たち8月生まれ、なんかこのこれ死んだ人みたい。どうそれ失礼なの。ごめんね、ごめんね。ラップバージョンフューチャリングあれでしたね。よし、怖い怖い。怒られそうだ。山本マット、そして大地、ありがとう、おめでとうございます。こんなキャラじゃないんだから。はい、じゃあ行きましょうということでですね、皆さん今日は本当にありがとうございます。ということで、エンディングのお時間がやってまいりましたけれども、お二人ともあの活動紹介というか告知などございましたらお願いしたいと思います。太一さんからお願いします。今度の日曜日ですね、8月9日、新宿御苑にありますパペラというですね、カレーレストランですね。ここで久屋大通りブルースバンドプレゼンツエブリデイエンジョイミュージックライフボリューム16というものに出演します。これは自分の歌を歌うというより、セッションバンドで、ボーカリストとして参加させていただきます。そして、8月30日阿佐ヶ谷ドラムにて、6時からですね、18時から、ウォーザボーイズという、ふざけたバンドに所属してしまいまして、そうなんですよね。で3月にいつもねウォーザだけにやっていたんですけども、好評なため、初の夏公演ということで、ウォーザボーイズ僕たちの夏休み2015という、詳細はまだ決まっておりませんが、いつも8月30日大丈夫なの？大丈夫です。なんと、CD も販売したりしました。すごい、はい、全然自分の活動これだけでいいのかっていう形なんですけどもね、結構楽しくお届けすると思いますのでよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。もううちは鬼軍曹が2人いまして、なんか8月15日窓でメラミタンやってます。16日はノマードで、あとパルフェジアンのなんか4月9月の4週目の MC もやってます。はい、カイディ先生はあれですね、8月30日ノマードで、10月何日か忘れちゃいました。バンバンだよ、大事なとこ。バンバン、何週目とか覚えてますか？土曜日、多分土曜日だと思うんだよね。なんか20何日の土曜日で、僕パン1になって頑張ります。おこれでも10月ってことは6つでワッサーが見れるかもしれないってことですね。そうですね、これはちょっと逃せないんじゃないでしょうか。それ見たさに行く感じ、ね、そうですね。みんなの T シャツ着てね、ハイディさんもびっくりみたいな。そうです、これ何ぜひ、ね、そういうアンマンにするんだ。じゃあはい。そうです、そうです、そうです、そうです。僕は劇とか書いてるんですよ。へぇ、じゃあちょっとねそれは楽しみに。すげえね、それ。はい。すごいのかな。すごい。いや、すごいと思う。すごいと思う。なかなかみんな裸で出るとすごいと思います。迫力が。大丈夫。それどこでやる？ノマドでそれやっちゃうの？裸界が踊ります、みんな。気になるので
ね、まず気になるね、それ気になる方は何日だろうっていうところを調べていただいて、そっからね、はい、でも調べると人って忘れないから、ね、そっからだよね、はい、なのでお二人のライブにまたね、映像とは違う面白さが見られると思いますので、その生の方が面白いので、ね、ぜひライブにいらしていただきたいなと思います。私、スケッチブック置いてきちゃいましたのでね、取りに行ってきますね。あ、これじゃないんです。すいません。これじゃない。すいません。前失礼します。あ、すいません。ありがとうございます。こういうね、こうやってすぐ忘れてきちゃうわけですよ、ものをね。私事でございます。まあ、みんな私事ですね。ライブがございます。8月8日はみなとみらいの万葉クラブという本当はクラブも感じなんですけど、温泉施設で歌を歌わせていただきます。温泉 の、 あの入館料はかかりますが、ライブ自体は無料でございまして、ビアガーデンで歌を歌わせていただきます。だいたい6時ぐらいからのらりくらりとお届けしますので、ぜひよかったら遊びに来てください。それから8月は11日東新宿真昼の月夜の太陽、こちらは火曜日ですけれども、私長唄をやっているので、長唄の三味線、長唄と、語りとピアノ弾き語りという全部一人でやります。はい、あ、一人じゃない、ホゲッピという私の相棒がいまして、はい、その相棒とともに2人でお届けする、ちょっといつもとは違うライブ形式となっております。よかったらぜひ遊びに来てみてください。8時過ぎからの出演です。あと8月はこのような感じで、8月14日金曜日に渋谷のスカーレットバニラさん、26日渋谷のラストワルツさん、どちらも初めてではないんですが2回目かな、歌わせていただきます。そして29日土曜日はお世話になっている幕張のベイタウンというところの夏祭りに夕方5時ぐらいから、こちらベイタウンの中年バンドというバンドがいらっしゃいましてとのコラボで、バンド形式でお届けさせていただきますので、よかったらこれはフリーライブです。遊びに来てくださいということでお願いします。あ、10月24日だそうですよ、ワンマンライブはね。はい、お客様が書いてくださる。はい、ということでですね、他に何か大丈夫ですか、告知し忘れてることなどはないでしょうか。はい、はい、大丈夫ですか。それではですね、こちらで番組のプレゼントを最初に紹介させていただきました。今週のプレゼントをざっとね、説明しますと、番組のこのいつもおなじみクラブバルヘジアのステッカー、そして宴さんが提供してくださっています宴コンピレーションアルバム1、そしてこちらですね、松澤春奈さんのステッカー、こちらと、私たちが書いたこのスケッチブック、素敵なみんなの絵と素敵な字と、書いてあります。こちらのスケッチブックの紙ですね。それから、それからじゃない、あとお写真これから撮るんですけど、私たち3人というね、もう貴重な写真にサインを入れて、プレゼントをさせていただくということでございますので、今日のハッシュタグ皆さん覚えていますか。今夜はふわりゆらゆらの岸のり子をはじめ3人がお届けということでね、6つとはそうではないですよ。残念ながらね、私はそれでちょっとツイートしてみたんですけど、私の名前は入らないということでね、こちらを書いてくださった方を、抽選で1名様に今のプレゼントを私してお送りさせていただきたいと思います。今回ですね、番組初登場ということで、太一さんに、はい、抽選をしていただこうかなと思いますので、では1名様気持ちを込めて弾いてください。はい、ドル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 プレゼント当選者は、せーの、じゃじゃん、溝の口の山親父さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。よ、見てるかな、溝の口の山親父さん、おめでとうございます。この貴重なセットをお届けしたいなと思います。ぜひですね、これは当たった溝の口の山親父さんには T シャツも作っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。本当に作ってきてくれたらどうしよう。感激しちゃうな。
すごいプレッシャー欲しいな。ね、欲しいですよね。そしたらそれを着て絶対マットーさんの前に現れるね。マジですか。うん、そうなんですよ。ということでですね、今日見てくださった方の、アカウントを紹介したいなと思いますので、一人ずつですね、紹介していこうと思います。じゃあ、ザザザザザッと紹介していきますね。ありがとうございます。イッシーさん、ありがとうございます。読んでください。岸のりこさん。ありがとうございます。私です。寿司パンさん。ありがとうございます。リーノ、素人さん、ありがとうございます。クリボーさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。マコさん、ありがとうございます。メラニさん、ありがとうございます。風人さん、ありがとうございます。キッシーさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。カルネジア、ありがとう。スネポンさん。マーボーさん、タイチさん、ありがとうございます。沼吉さん、ありがとうございます。石丸さん、ありがとうございます。ということで皆さん、本当にありがとうございます。夏の食べ物などもね書いてくださいましてありがとうございます。いろいろ勉強にもなりました。ということでですね。この番組ですが、クラブパルヘジア、クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時20時から伊予木にありますチャイナスクエアという、お店、中華料理屋さんで生放送をしております。基本的に8時ぴったりから22時ぐらいまで。今日はだいぶ過ぎております。西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華屋さんでございます。ぜひ体感してくださいね。体感中華料理でございます。火曜の夜は皆さんで楽しい夜を過ごしましょう。ワンドリンク500円かなは無料です。右斜め下この辺違う。パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。そしてこの辺チャンネル登録もお願いしますね。必ず火曜日を忘れないようにしていただきたいなと思います。それではですね、もう視聴者の皆さんに一言ずつお二人から、ご挨拶をしていただきたいなと思います。また太一さんからお願いします。はい、この先また頑張りますのでよろしくお願いいたします。真面目ありがとうございます。じゃあマットーさん腹筋やってきます。ということでありがとうございます。岸のり子はですねまた9月の第1週目 MC になります。9月1日かな、の火曜日でございます。ぜひですね最後の MC になりますので見てやっていただけたら嬉しいなと思います。毎週やってますのでみんなの MC やゲストの方の、お話も楽しんでください。ということで来週のゲストですが来週は MC が後藤冬樹さんです。来日火曜日 MC は後藤冬樹さん、ゲストが千夏さんとフラニさん、ね、お二人ともローマ字で、ね、ございますけれども素敵なお二人がゲストにいらっしゃいますので次回は女性ですね、はい、がやってまいりますのでまた今日とは違うパルヘジアになるんじゃないかなと思いますのでぜひご覧になってください。ということで、それではいつものポーズでお別れです。皆さんですねこちらのカメラで右手が棒左手がこの、丸ですね。これ P のはい。マトさんなんでわからないんですすいません逆に私が今週もありがとうございました、来週もと言いますので一緒にそのこれをこうクラブパルヘジアと言いながらカメラに向かって前に出していただけたら嬉しいなと思います。皆さんもお願いしますね。カメラの前のテレビの前の皆さんもぜひ一緒にやっていただけたらなと思います。それではよろしいでしょうか。参りますよ。それでは
今週もありがとうございました。来週もクラブパルデシア、ありがとうございました。すけおはよう、コーヒーでも飲みましょう。これからパーティーを始めるよ。君を手招き小さなベランダへ、今日は何かの記念日だっけ。戸惑う姿が可愛くて笑っちゃった。ほら見て、広がる青い空、クジラみたいな雲が笑ってる。こんなポカポカなお日様に二人でくるまれてる。最高のパーティーでしょ。Yeah.